さあ皆さんおはようございます。5月でございます。さあ5月の朝日が眩しい、朝なんですけども、どうなっているでしょう。ふさすぐりご覧ください。レッドカーラントこんな感じになってます。ふさすぐり大きくなりました。はい、大きくなりましたが、しかし、この木のようなここに花が咲くんですけども、この途中でね、こっから伸びていて、今年は花が咲きそうにないですね。そしてこれがまだこのね、茎が青いですから、ですから来年、花をつけて、そしてそれが実になるような感じなんですかね。これ2本ありまして2本ありましたけども、これもね、途中まで木なんですけども、ほら途中まで木なんですけどもね、途中からこの普通の茎みたいに緑色になってますからね、この2本が来年花を咲かせるんでしょうか。そんな感じですね。そして今年新しくこれと、そしてこれ、これもですね、3本新しく、新しい、茎が生えてきて、枝が生えてきております。ですから5本体制なんですけども、これとこれ、この2本がですね、来年花を咲かせて実になるんではないかと思うんですけども、ちょっと育ててみないとわからないですね。日当たりは良くないです。朝日だけ当たって、そして、午後になったら太陽がこう直下当たる、そこから先はもうこう西日は当たらない環境なので、半日陰というよりもほとんど日陰なんですけどもね、どういう感じでふさすぐり育っていくんでしょうか。そして、こちらの方にはセダム、マルバマンネングサが、この青々と茂っておりますね。これ増やすのは簡単なんですね。これをねちぎって、でこれをこの空いてるところ土とかに刺すわけです。刺し目ですね。これで1週間ぐらいしたらもう根っこ生えてきて、もうわさっと増えていく緑の絨毯ができる、これはマルワワンネングサというのはね、増やしやすい、草でございますね。はい、こういう深い緑色とこういうライムグリーン、まあ蛍光色というか、薄い緑深い緑、2つあります。そしてこれチドメグサですね。これはもうその辺に生えてます雑草です。そしてこれはちょっとミニトマトね、安いやつ買ったら腐ってたんで、その種を、種というか中のね、ぐじゅぐじゅのゼリー状のやつをバラバラと巻いておいたんですけども、これとこれと、これとこれトマトですね。で出てきましたね。まあいくつか間引きをしながら、ちょっとでも夏野菜、太陽が足りないのではないかと思いますけども、どんな感じで育つでしょう。これも一応実験としてね、育ててみましょう。そしてネギですね。これネギの根っこ、切ったやつの根っこ刺しておいたら、これまたネギがどんどん再生してくるということで。そしてこれは、はい、グロッソスギョマですね。これは別の動画であげてますんで、これは水草ですね。水の中にも、生きられるし、そして、この、いわゆる、陸上でも生きられるというね。ハイブリッドなわけですね。水陸両用なわけでございますね。陸の上で増やし、陸の上の方が増えやすいんでね、こういう風にして、これ高いんですからね、自分でどんどん増やして、これも水中の緑の絨毯、これはマルバマンネグサ、セダムは陸上の、こう緑の絨毯、緑の絨毯シリーズで、セダムと、そしてグロッソスピグマ、そしてこれはこのヘアグラスですね。松梅というやつです。これは日本にもあります。この三段構えで、この緑のガーデンを、まあ狭いですけどもね、作っていきましょう。ふさすぐりどんな感じになるでしょう。